Today's game is Jet United versus San Freche. サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。気温、湿度とも絶好のコンディション、ジェフユナイテッド市原対サンフレッチェ広島、今日は練習試合の模様をお楽しみいただきまして、今日は放送席に元ミスター横浜マリノス木村和司さんにおいでをいただいています。木村さん、どうぞよろしくお願いします。キックオフのホイッスルです。さあ、ジョーシュート、待っています。パスをつなぐことができるか。キャッチできません。ボールがこぼれた。ホイッスルが鳴りました。オフサイド。なかなかいいタイミングのパスなんですが、オフサイドになりました。惜しいですね。いろんなスペースを作ってほしいですね。相当荒っぽい。これはいけません。フェアプレイプリーズ。ここをパス1本通されると危ない場面が出てくるでしょうね。現在までのところ両チームとも無得点です。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。左サイドからの攻めにどう対応するか。さあ、ここはどう守る。それでもボールが跳ね返った。ハウストラ、ボールはゴールラインを割りました。ゴールキックに変わりました。得点は0対0。落ち着いてさばきます。ハンシェイク。ジェフ、パス回しをどう阻止するか。ここで攻めに転じることができるか。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。どう対応する。キーパー飛んだ。両者無得点のままゲームは進行しています。さあ、ジェフ中央からドリブルしていきます。マスロバル、倒されました。ここでホイッスル。突破を図ったんですが倒されてしまいました。もしピンチキッカーってのがあれば行きたいぐらいですよ。さあ、ここはどう守る。両チームここまでノーゴール。いかがですか。まあ、こういう我慢比べの時には得てして自ら点になることが多いですよね。ハシェック、ゴールを狙っている。いろんなスペースを作ってほしいですね。早めに相手の攻撃の目を潰すことができるのか。終盤の攻めはどう出ますか。キャッチできません。ボールがこぼれた。前半終了。
後半戦今始まりました。前半を振り返ってみていかがでしょうか。まあ前半戦を見る限りおかしなところはなかったと思いますけど。そしてパシェック、ロングシュート、これは外れました。さてゴールキックで試合再開です。パス回しをどう阻止するか。左サイドから突破されてしまいました。ジェフ、ゲームの主導権を握りたい。もう必死に守ってますよね。中盤でボールを抑えておきたい。はここはどう守る。両者無得点のままゲームは進行しています。中盤でボールを下げておきたい。ちょっとフィジカルコンタクトが荒い。もっとピッチを広く使った方がいいんじゃないでしょうかね。このイエローは当然でしょう。これじゃイエローも当然でしょう。まあ普通なら退場でもおかしくないんじゃないでしょうか。やはりキーパーとしては狙われるのは結構嫌なんですよね。ボールをコントロールしきれませんでしたね。コーナーキック、コーナーキックは得点を生む確率が。ボールはゴールラインを割りました。コーナーキック、ボールはジェフ。ここはショートコーナーもありますからね。キャッチできません。ボールがこぼれた。これはファウルか。さあここはどう守る。左サイドから攻め込まれています。ここでホイッスル。これはいけません。フェアプレープリーズ。ディフェンダーに大きな声で指示を送ります。ここはプロとしての技の見せどころですね。ゴールライン割りました。ゴールキックに変わりました。仕掛けていくか。パス出せるか。シュートしました。ボールが跳ね返った。手元の時計で後半間もなく30分になるところ。ここで抑えて攻撃を仕掛け、ロングシュート、ボールが跳ね返った。さあここはどう守る。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。両チーム得点を取れず0対0のまま進行しています。ここでパスを出させるわけにはいきません。どう攻めるんでしょうか。両者ともここまでノーゴール。どうもキャッチできません。ボールがこぼれた。パシェ、中央にボールを入れる。シュート、ボールが跳ね返った。ジェフ、早くボールを奪いたい。これを後半終了、延長戦にもつれ込みます。延長前半15分が始まりました。カウンターアタック、シュート、キャッチできません。ボールがこぼれた。キャッチできません。ボールがこぼれた。早めに相手の攻撃の目を潰すことができるのか。両チームここまでノーゴール、いかがですか。まあこういう我慢比べの時には得てしてミスから点になることが多いですよね。センターリングが入りました。ボールが跳ね返った。センターリングのチャンスだ。ジョー、外にボールを出してしまいました。スローインになります。誰にスローするか。
ジョー、ドリブルで相手選手を引きつけます。センターリングが入りました。ボールが跳ね返った。ゴールライン終わりました。コーナーキック。リスタートからの攻めには定評がある。延長後半に最後の望みをかけます。さあ、まもなく延長後半のキックオフを迎えます。中盤でボールを抑えておきたい。さあ、ここはどう守る。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。シュートしました。ここはキーパーナイスプレー。ジョー。両者無得点のままゲームは進行しています。マスロバル中央で待ち構えています。ここでインターセプトしたい。マスロバル上がってきています。中央で待ち構えています。落ち着いて中を見てキャッチできません。ボールがこぼれた。まだ蹴らない。ファンシック。一進一退の攻防の末 PK 戦になります。のキッカーはパシェック。蹴った。思い切りがいいですよね。最初のキッカーはの順位シュート。ちょっと狙いすぎましたね。ジェフ・ジョー、どうだ。落ち着いて決めました。ジョー2人目、高木。蹴った。まあ仕方ないでしょう。3人目、マスロバル。蹴った。入って当然なんですが、そうは言っても難しいですね。3人目、ファウストラ。蹴った。ちょっと読みが違ったか。4人目のキッカーは野々村。シュート。ちょっと考えすぎましたね。4人目のキッカーは桑原。蹴った。まあ仕方ないでしょう。ジェフ・エジリ。蹴った。ゴール左隅。これを止めれば勝利が決まります。シュート。決められてしまいました。ジェフユナイテッド市原。ジェフ秋葉、どうだ。入って当然なんですが、そうは言っても難しいですね。サンフレッチェ小島、どうだ。ここで抑えられなかったのは痛い。依然決着はつきません。1人目、サンドロ。蹴った。ちょっと狙いすぎましたね。サンフレッチェ、ミツキ。シュート。いやー、よく止めましたね。8人目、マナカ、どうだ。まあ慎重に行き過ぎたっていうところでしょうね。サンフレッチェ、内藤。蹴った。あ、決まった。悔やんでも悔やみきれ。サンフレッチェ。